はい、ではそろそろ時間となりますので始めようと思います。クロッピーですね、久保さんによる次戦 GX モジュール開発シールドはこちらのタイトルで発表していただきます。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、さっきの紹介にあったように、実践 NGX モジュール開発というタイトルで発表させていただきます。まず軽く自己紹介から、本名は久保っていうんですけど、インターネット上ではキュービックダイヤっていうハンドルネームで活動してます。今はメルカリっていう会社でエンジニアをやってまして、主にインフラ系の部署で、ミドルウェアの開発だったりとか、あと運用とかをやっています。であとなんかお気に入りの技術とかは C だったりとか Go だったりとか、あと Lua だったりとか、あと今日発表にある NGX ですね。他にも仕事だと Ansible だったりとか Fluent D とかいろいろ触ってるんですけど、プライベートでも触るのはこの辺が多いです。であと個人でなんかオープンソースソフトウェアを結構作ってたりして、NGX のモジュールだったりとか、あと Go でなんかいろんなミドルウェアを作って公開したりしてます。一応この中にあるやつは大体なんか会社のシステムにも入れてるようなやつです。はい。でなんか GitHub ではこんな感じでいろんなところになんか顔出したりとか自分で作ったりとかしてます。はい。であとその他のなんか活動とかについて言うと、なんか今年の春にモザイク .fm っていうポッドキャストに出演しまして、NGX の話をしたりしました。であとなんかソフトウェアデザインだったりとか WebSDB プレスとかにもたまに寄稿したりします。でこの間 2,3 年ぶりぐらいに同僚と一緒にデータベースのなんか設計とか周りの話を書きまして、今日発売です。よかったら手に取って読んでみてください。はい。であとなんか軽く会社の紹介について、スポンサーでもあるんですけど、メルカリっていう会社なんですが、ここはなんかフリマアプリを提供している会社です。日本ではダウンロード数が1600万を超えたりとかして、日本ではかなり有数のアプリになっていたりします。でなんか本題について、今日はなんか NGX のモジュールを作るっていう話なんですけども、NGX ってなんか HTTP 以外にもなんかメールだったりとか、あと TCP だったりとかのモジュールも作れるんですけど、全部話してるとちょっと時間がないので、今回は HTTP のモジュールをまず作り方について紹介していきますと。でまずその前に NGX についてなんですが、NGX 使っていらっしゃるっていう方どれくらいいますか？あ、多いですね。じゃあ NGX のモジュールを書いたことがあるっていう方？あんまりいないですね。じゃあ NGX をなんか MRuby とか Lua で拡張したことがあるっていう方はいますか？あ、ちょっと増えましたね。なるほど。今日はなんか C の開発とは別に Lua でなんか NGX をモジュールを開発するみたいなこともちょっと話したりします。NGX について軽く紹介すると、まずオープンソースの HTTP サーバーですと。でなんか性的なコンテンツの配信だったりとか、リバースプロキシー、ロードバランシング、キャッシュ、あと TLS のターミネーションとかスピーディのゲートウェイとして使えますと。他にもいろいろ使えるんですが、であとメールのプロキシーだったりとか、あと TCP プロキシーっていう結構マニアックな機能とかもあったりします。はい。でまず NGX のそうですね、アーキテクチャについて軽くキーワードを並べてみましたと。まずイベント駆動であること、であとノンブロッキング IO だったりとか非同期 IO を駆使して、複数の接続とかを大量の同時接続をなんか大量にさばけるようにするっていうアーキテクチャになってます。であとシングルスレッドであるということ、一部マルチスレッドを使ってるんですけど、であとマルチプロセスであると。なんかマスターっていうプロセスがまずあって、こいつはそのリクエストを受け付けるそのワーカーっていうプロセスの管理をするためのプロセスで、でワーカーのプロセスはリクエストを、クライアントからのリクエストを受け付けて処理してレスポンスを返すためのプロセスですと。で他にもなんかキャッシュのロードだったりとか、あとそのコンテンツキャッシュの管理とかするためのプロセスがあったりして、結構複雑なんですけど、ちょっとその辺は言ってると一冊の本になってしまうので一旦やめておきます。で今回はモジュールの開発ということで、特徴的なのはこのモジュラーですね。この仕組みについて、そう、NGX はモジュール指向のソフトウェアなんですね。でその証拠に、ほとんどの機能が実はモジュールとして設計されていて、ほとんどの機能がなんかソースコードを見るとなんか NGX AT コアモジュールだったりとか、アクセスモジュールだったりとか、あとログとかプロキシーとかアップストリームとか、こういうふうにそれぞれの機能がなんかなんとかモジュールみたいな感じに定義されているんですね。でさっきのはなんか公式のモジュールだけなんですけども、それ以外にもNGX は一応その NGX のユーザーが
独自にそのモジュールを作るための仕組みが用意されていて、まあ、僕もなんか今日発表するソフトウェアは結構これを使ってモジュールを作ったりしてますと。でこれのいいところは何かっていうと、 NGX のソースコード本体に手を入れる必要がないってことなんですね。単純にその自分でその NGX の API とかを使ってモジュールを書いて、あとはこの下の方に書いてある、コンフィギュアでアッドモジュールってやって、でその先にそのモジュールのソースコードのディレクトリを指定してやると、これでビルドインすることができるっていう仕組みになってます。で、まあそのモジュールの例についていくつか紹介していきます。まず、これ公式のモジュールなんですけど、 NGX AP Empty GIF モジュールっていうのがあって、こいつは 1×1 の GIF を返すモジュールなんですね。こんな風にロケーションに Empty GIF って書いてあって、そこにアクセスするとなんか 1×1 の GIF が返るっていう、なんかビーコンとかを返すと結構便利なんですけど、僕もたまに使ってます。はい。で続いて、まあ、なんか僕が作ってるやつをいくつか紹介していくんですけども、NGX Smallrate っていうのがあって、こいつは NGX でその画像の変換とかを行うためのモジュールです。まあ、さっきよりちょっと複雑なんですけど、これ書くだけで NGX で画像変換ができるようになってます。でもう少し、細かく紹介していくと、NGX Smallrate っていうのはなんか画像のそのマニピュレーション、まあ、操作だったりとか、まあ、リサイズとかクロップとか、あと合成とかブラーとかシャープとかアンシャープみたいな処理をできるようになってて、あとイメージマジック、IMDb2、GD みたいに、まあ、3つの画像ライブラリをそれぞれサポートしていると。で、そこにも、フォーマットのサポートも結構豊富で、JPEG と GIF と Ping に加えて、まあ、WebP とかもサポートしています。で、NGX スモールライトを使って、その画像の変換をするときは、こんなに URI にスモールライトなんとかって書いて、この中にそのリサイズ後のサイズだったりとか、パラメータを指定してやって、その先に画像本来のパスを与えるみたいなことをします。でこいつをやるとなんかリサイズうまい感じにリサイズされるっていうような感じの仕組みになってますと。であとよく聞かれるんですけど、まあなんか実際にはその画像自体が NGX のところにあるわけではなくて、外部のサーバー例えば S3 にあったりするわけですね。で S3 にあるやつを取ってきてリサイズするみたいな時は、NGX のプロキシーモジュールのプロキシーパスっていうディレクティブを使ってプロキシーパスで S3 のバケットの URL を指定してやりますと。でそれとは別にスモールライトの変換 URL を渡してっていうふうなことをやって、あ、ちょっとこれすいません、なんかおかしいな、ちょっとスモールライトパスのとこがおかしいけど、ちょっと後で上げるときに直しますこれはっていうふうにやると、S3 から画像を取ってきてリサイズして返すみたいなことができるようになってます。で NGX っていうのはこういうふうに複数のモジュールを組み合わせてなんか複雑なHTTP サーバーとしての挙動をなんか細かく制御できるっていう特徴があるっていう話ですね。で、まあ、これ実際使われてるんですかっていう話なんですけど、で正直に言うとですね、私は本番で使ったこと一度もなくてですねまあでもなんか結構使ってくださる方がいてですね、これボンテッドリーのリポジトリなんですけど、ボンテッドリーさんこれなんか NGX と NGX スモーライトをなんかバンドルした Docker ファイルをなんか配布してくれていて、でこれ実際にボンテッドリーのなんかシステムで動いてるらしいです。はい。であと、これ GMO ペーパブの矢野さんという方がなんか作っているオカラっていう動的画像変換のシステムなんですが、ここでなんか NGX モライトと NGX LB を使って、システムを作ってるらしいです。はい。で続いて NGX ダイナミックオブストリームについて、ですね、こいつはですね、まあ、簡単に言うと、NGX の、リバースポッシュ先のサーバー群、まあ、これ俗にアップストリームっていうんですけど、このアップストリームを動的に HTTPのリクエストとかで制御、増減させたりとか削除したりとか追加したりみたいなことができる API を提供しているモジュールですと。まあ、これ何が嬉しいかっていうと、なんかデプロイするときにとても便利なんですね。で実際にメルカリではこの NGX Dynamic Stream を使ってなんかゼロダウンタイムでのデプロイをするための仕組みがありますと。でちょっとそれについて紹介します。まずですね、メルカリのアプリが、API サーバーにアクセスするとき、まず HTTPS かスピーディーで NGX にアクセスするんですね。でその後、各アプリケーションサーバー、API のアプリケーションサーバーにHTTP でリバースプロキシしてレスポンスを返すっていう仕組みになってますと。で、これは以前のデプロイの仕方なんですけど、メルカリでは実は、まずなんかデプロイするときに、まず Google カレンダーにこういう内容でデプロイしますっていうのをなんか GitHub のプロリクエストの URL だったりとか、あと Redmine のチケットを貼り付けるんですね。で、
その時間になると、なんかボットさんがですね、リリースしますよって言って聞いてくるんですね。で、イエスかノーかで答えると。で、イエスって答えるとデプロイが始めます。ちなみにノーって答えても、なんかどっかの RPC みたいに無限ループにはなりません。はい、で、まあこれイエスって答えるとですね、Rsync、各サーバーに、これ PHP のコードなんですけど、Rsync を始めるんですね。こんなふうに。まあとても簡単ですね。まあとても簡単なんですけど、まあこれすごい問題があるやり方でして、まずすごい、まあ、プロポーズを並べると、まあ、これとても簡単なんですね。今すぐ5分でできるデプロイみたいな感じなんですけど、まあ、デプロイした瞬間にですね、大量の500レアが発生するっていう問題があってですね、まあ、これはいかんということなんですね。で、今はこれエラーが出ないようになってて、どうやるっていうかっていうと、まあ、イエスって答えるまでは一緒なんですね。で、また Rsync なんですけど、これ、さっきの Rsync と若干違ってて、Rsync には Rsync パスっていうオプションがあって、実際の Rsync の実行コマンドを上書きすることができるんですね。で、これはですね、こんな感じでまず Rsync すると、この Rsync パスで指定したメリカリアップ Rsync っていうやつが、まずメリカリアップコントロールダウンっていうコマンドを実行しますと。で、これを実行すると各ロードバランサーに対してリクエスト送ってこないでねっていうふうにダイナミックアップストリームにダウンのリクエストを送るんですね。で、そうすると API、この API サーバーには一切アクセスが来なくなりますと。で、来なくなった時に本当の Rsync をかますと。で、Rsync が終わった後でもう復帰していいよっていう感じでアップのリクエストを送ると。で、あとはこれをひたすら全サーバーに対して繰り返すというようなことをしてますと。まあ、というようにこんなふうに NGX のモジュールをなんか独自で作ることによって割と柔軟な仕組みを作ったりすることができるんですけども、ではそういうのを始めるにはどうしたらいいかっていう、まあ、とりあえず NGX のモジュールのヘローワールドについてちょっと話をします。次、はい、ヘローワールド、NGXHTTP ヘローワールドっていうモジュールを、僕の GitHub のところに一応書いてまして、でこいつはですね、まあ、なんかロケーションにこのヘローアンスコーワールドっていうのを書きますと。で、このロケーションに対してアクセスするとヘローワールドって返ってくるというモジュールです。はい、で、次で、このモジュールのソースコードのレイアウトなんですが、実際にはリードミーとかテストとかのディレクトリがあるんですけど、本当に必要なものはこのコンフィグっていうファイルと、あと C のソースコードなんですね。で、このコンフィグの中身なんですが、こいつはまあ NGX のそのモジュールのビルド設定が書かれたファイルですと。そのモジュールの名前だったりとか、あとモジュールのソースコードのモジュールのソースコードのファイルとかをなんか指定して、ここにさっきのコンフィギュアアドモジュールとかの時にちゃんとビルドする時にこのモジュールが組み込まれるように設定を書くっていうファイルです。はい、で、まあちょっと戻りますと、で、まあ、こいつはヘローワールドっていうボディを返すモジュールなんですけども、そもそもこれどうやってるの、まずこのヘローワールドってそもそも何なのっていう話なんですけど、NGX とかまあアパッチとかでもそうなんですけど、これはディレクティブと言われるものなんですね。で、まあ、ディレクティブっていうのはまあなんかサーバーの設定ファイルとかでよく出ると、まあ、いわゆるコマンドに相当するものですと。で、こいつをまずどうやって作るのかっていう話をしますと、まずこのディレクティブの宣言、C の構造体だとこんな感じになるんですね。まあ、ちょっとよくわかんないですね、これだと。で、これを実際の定義にマッピングするとこんな感じになります。うん、なんか分かりやすくなりましたね。まずヘローワールドっていう名前のやつがあって、こいつはディレクティブの名前です。で、次なんかロックコンフとかコンフのワークスってあるんですけど、こいつはディレクティブのシグネチャーとか、あとコンテキスト、利用可能なコンテキストを表しています。 NGXHTTP ロックコンフっていうのはそのロケーションコンテキストで使えるっていうマクロですね。で、そこで縦棒を引いて、まあ、OR にして、で、NGX コンフノアグスっていうのは、これは引数を取らないっていう意味を持ちますと。これ、まあ、ヘローワールドは引数を持たないディレクティブということになるんですね。ここに例えば、ヘローワールドの後ろになんかスペース入れて文字を入れたりすると、NGX は起動時にエラーを出しますと。で、なんか NGX コンフテイク1とかテイク2っていうのがあって、それがなんか引数を1個取ります、2個取りますみたいな感じの意味になりますと。で、NGX、その下の HXSP ヘローワールドっていうのは、そのディレクティブに何か値をセットするための関数ポインターを設定するってやつですね。で、その下のやつはまあちょっといろいろあるんですけど、今回は出てこないのでちょっと割愛します。はい、で、続いてモジュールのコンテキスト、その作るモジュールのコンテキストを定義しなきゃいけないんですね。まあ、例えばそのモジュールのその設定をどこで作るのかとか、
そういうのを、それの関数ポイント群がこれになります。はい。まあ、その起動時のコンテキストだったりとか、あと HTTP のコンテキストだったりとか、あとサーバーのコンテキストだったりとか、あとロケーションのコンテキスト、それぞれの設定をなんか作るための、関数ポイント群を設定するっていう構造体です。で、これがこんな感じで、ヘローワードの場合、今回はですね、何も設定しません。はい。全部ヌルですと。で、次はそのモジュールの定義を書く箇所があって、こいつがですね、さっきの、まず作ったコンテキストを2番目の引数に入れて、で、次、ディレクティブのリストを3番目に入れると。で、モジュールタイプは、これは HTTP のモジュールなんで、NGX HTTP モジュールって入れますというふうな、まあ、これちょっと作法的な感じなんで、うん、全部分からなくても大丈夫です。僕も全部よく分かってるわけではないので。はい、で、続いて、さっきのヘローワールドを返すためのフックを設定します。これさっきはその、ディレクティブのですね、あ、ここかな。3番目の引数ですね。NGX HTTP Hello World っていう関数をここに入れてるんですけど、これがさっきの、あ、ここになります。この関数がそれになって、で、そのロケーションのハンドラー、ロケーションのハンドラーをなんか HTTP、NGX HTTP Hello World ハンドラーっていう独自のハンドラーで上書きしてるっていう処理になりますと。で、そのハンドラーがこんな感じで、そう、Hello World を返すハンドラーがこんだけ長いんですね、C だと。うん。まあ、ちょっとめんどくさいですね、これは。うん、あとはこのモジュールをなんかコンフィギュアアッドモジュールで HTTP ヘローワールドのパスにしてやってメイクインストールってやるとモジュールが組み込まれますと。まあ、アパッチみたいになんかダイナミック動的なモジュールとかはまだサポートされてなくて、なんか次のメジャーバージョンで組み込まれるらしいです、その機能は。で、フックについてもうちょっと細かく、そもそもですね、さっきはなんかロケーションのハンドラーをなんか上書きしたんですけど、もうちょっと細かく制御することができて、NGX のそのリクエストを処理するフェーズがこの図なんですけども、リクエストを受け取って、まあ、なんかあのサーバー、バーチャルサーバーを決定した後、例えばまずサーバーのリライトのフェーズが走って、で、ロケーションを探して、で、ロケーションの中のリライトを実行して、で、アクセスの制御のフェーズを経て、で、レスポンスの、あ、そう、トライファイルズっていう、まあなんか、まあ GoTo みたいなもんなんですけど、これ。はい。そいつを取った後、その、レスポンスのボディを生成するコンテントってフェーズを出て、で、レスポンスを返した後、最後にロギングするっていうフェーズがあるんですね。で、それぞれこの各フェーズに対して、ハンドラーを使設定されていて、まあ、ヌルにすることもできるんですけど、ヌルにしたらそこのフェーズのハンドラーは何も実行されませんと。で、このフェーズで、フェーズはこんな感じの enum で定義されてて、これさっきのフェーズ順に並んでるんですけど、こんな感じのマクロに対してハンドラーを設定するっていう仕組みになってますと。で、その特定のフェーズに対してハンドラーを復旧するためのコードがこんな感じになってて、そのフェーズには複数のハンドラーを登録できるので、そのフェーズのデータ構造って基本配列になってるんですね。で、NGX Array Push っていうのを使って、そのフェーズ、この場合だと NGX HTTP アクセスフェーズですね。アクセスフェーズのハンドラーに、その NGX HTTP ペキペキハンドラーっていうハンドラーを設定するっていう、追加するっていうコードがこの C のコードになりますと。うん。で、まあ、大体これで一応のヘローワールド的なことはまあこれで終わりですと。で、なんかソースコードの全体とかはさっき紹介した NGX HTTP ヘローワールドのソースコードとかを見てもらえれば分かりやすいかなと思います。はい。で、続いて、まあ NGX の API のプログラミングについて。ですね、まあまず、大体 C のソースコードってなんか独自の世界があって、そもそも C の標準ライブラリって機能があんまり強くなくて結構貧弱なんで、みんな独自のなんか 俺が考えた最強のなんとかのなんかライブラリみたいなのが大体ついてくるんですね。で、アパッチだとなんか APR っていうアパッチポータブルランタイムみたいなものがあって、で、NGX はそのアパッチポータブルランタイムにのなんか軽量版みたいな感じの機能がたくさんあって、メモリプールだったりとか、あと文字列だったりとか、ハイエースだったりとか、ハッシュテーブルだったりとか、タイマーだったりとか、あとリンクドリストだったりとか、うん、いろんなものがあります。で、まず、NGX の API でプログラムするために、エッセンスを紹介すると、まず NGX のアーキテクチャ、さっき紹介しましたね、うん、この辺について、まあ、
触りだけでもいいんで理解しておくと、なぜこの API があるのかっていうのが結構分かるようになります。特に例えばシェアードメモリーを操作する、その共有メモリーにアクセスするための API があるんですけど、なぜそれが必要かっていうと、そもそも NGINX はマルチプロセスで動くて、で各プロセス間でデータを共有するためにその共有メモリーの API があるんですねっていうような、まあ、例があって、例えばすいません、NGINX のアーキテクチャを理解しておくことで、まあ、NGINX の API になぜそういう機能が必要なのかっていうのが結構分かるようになるっていうのがありますと。で、あとメモリーの管理戦略ですね。NGINX のメモリー管理戦略は大きく分けて2つあって、メモリプールとあとスラブアロケーターがありますと。で、メモリプールは、まあ、簡単に言うと、あらかじめなんか大きなまとまったメモリーを確保しておいて、で、あとはその大きくまとまったメモリのプールのとこから必要なメモリをちょくちょく取っていくみたいな感じになってますと、まあ、こうすることでメモリのアロケーションのコストを抑えるとともに、そのメモリのアロケーションの実行する箇所をなんか少なくすることによってメモリリークを起きにくくするっていうようなメリットがありますと。まあ、だからなんか NGINX でリクエストハンドラーを1個書くときに、そのリクエストハンドラーの引数にはなんかNGINX HTTP リクエスト T っていう構造体のポイントがあって、そこにはなんかプールっていうポイントがあるんですね。で、そこに各リクエストの処理コンテキストごとに確保されたメモリプールがあるので、そこから確保するようにすれば基本的にメモリリークは起きないようになってます。で、続いてスラブアロケーターなんですが、こちらなんか共有メモリの中の、アロケーションが基本スラブアロケーターになってるんで、この辺の API を分かってる必要があります。で、あとストリングが、これ長さ付き文字列なんですね。まあ、長さ付き文字列っていうことはですね、なんか URL、パラメータ付きの URL があった場合に、まずパラメータがない場合の URL と、パラメータが付いてる場合の URL にそれぞれこうメンバーが分かれてるんですけど、でもポイントは一緒 で、それぞれはなんかパラメータ付きとそうじゃないやつの長さが違うみたいな感じのことになってるんですね。まあ、だからなんか単純にストラーレンとかで長さを測ると、実は全然違う長さが返ってくるみたいなことがあるんで、結構これそう文字列がすでになんかターミネートヌーでターミネートされてるっていう前提で書くと結構ハマります、これは。はい、で、まあ、あと特に HTTP の文字状態はその HTTP のプロトコルに関する構造体についての理解が不可欠っていうことですね。まあ大きく分けると NGINX HTTP リクエスト T、まあ、さっきも紹介したやつがあって、ここの中に基本的にそのリクエストとか、まあ、レスポンスの情報も入ってるんですけど、ここに大体必要な情報が入ってます。で、あとヘッダー、そのリクエストのヘッダーだったりとか、あとヘッダーズアウト、これはレスポンスのヘッダーですねの構造体があって、そこに見ると大体まあどういうデータが入っているかとか分かるようになってますと。で、これはなんか NGINX のソースコードにある NGINX ソース HTTP NGINX HTTP リクエスト .head っていうところ、あ、ドットテッチっていうところを、まあ、見ると大体書いてありますと。うん、まあ、他にはあ間違えた。で、まあ、他にはあるんですけど、ちょっと時間がないのでこの辺にしようと留めますと。で、続いてテスト NGX について、まあ、そもそもモジュール作ったらいいけど、 NGX モジュールのテストってどうするんだろうっていうのがあるんですけど、そのため のプログラムのテスト NGX っていうやつですね。これパールで書かれてます。はい、そう、 NGX のテストはパールで書くことができるんですね。うん、で、重要なことでもう一回言うと、 NGX のテストはパールで書くことができる。はい、うん、そう、 CPAN-M でこんな感じで CPAN-M テスト NGX でやるとインストールできますと。はい、で、こんな感じでテスト NGX で NGX の挙動をなんかテストするっていうコードがこんな感じになります。で、実はですね、パールのコードはここだけです。はい、簡単でしょ。そう、僕パールあんま好きじゃない、パールあんまり好きじゃないんですけど、これだけ結構だから、パールそんなに分かってなくても普通にテストは書けるっていう感じのリンクがありますと。うん、はい、で、ここはですね、その NGX の挙動をそれぞれ NGX コンフのなんか設定と、あと HTTP のリクエストとレスポンスのそれぞれの、うん、定義をこんな風に書いてありますと。はい、でやると、これであとはプルーブとか、あとパールとかで普通にコマンドを打つとテストが実行されるっていう、とてもいいモジュールです。はい、まあ、ところで、まあ、さっきも言ったからちょくちょく言ってるように、まあ、C のプログラミングって基本的に難しいんですね。で、複雑なんですね。僕も C10 年ぐらいやってるんですけど、結構辛くて、うん、最近はなんか C、 今まで C で作ってるやつは大体 Go で作ってるんですけども、基本的に C ってそんなに生産性がまず高くないんですね。はい、
まあ、だからなんか NGX でなんかスクリプティング言語を使えたら生産性は劇的に向上するはずであると。というわけで NGX ルアっていうのがありまして、まあ、こいつはですね、うん、NGX になんかルアを組み込んでその NGX の中でルアを実行するみたいな感じのことができる、うん、モジュールですと。で、まあ、さっきなんか C の関数ポイントをフックさせてそこでなんか独自のメソッド関数を実行するみたいな感じのことができるんですが、C もエンジェクスラーできるんですが、エンジェクスラーを使うとルアーのスクリプトをその各フェーズにフックさせるみたいなことができますと。でなおかつエンジェクスのさっきのなんかいっぱいあった API とかを全部ルアーで全部じゃないんですけどかなりの量がラップされていて、まあ、なんかスクリプト言語で簡単に書けるようになっています。で、まあ、あとノンブロッキング系の処理とかが全部なんかうまくラップされてて、この辺はなんか NGX のあれにしたらルアーのコルチンとかとうまくシームレスに連携できるようになってて、これはとても便利です。はい。はい、でまあなんかその各リクエストのフェーズにそのフックするためのディレクティブが NGX ルアーにはあって、まあ、まずこんな感じでなんとか5っていうのがついてないやつ。こいつはですね、そのこの後ろになんか文字列を設定してやるとその文字列がなんかルアのスクリプトだった場合そのルアのスクリプトを処理を実行してくれるっていう、うん、ディレクティブですと。で後ろにファイルがついてるやつはこいつはなんか最初に設定したそのルアスクリプトのファイルを実行するための、うん、ディレクティブになってますと。で、まあ、例としてそのコンテントフェーズつまりレスポンスボディをまあ生成してレスポンスを返すためのフェーズにでルアを実行するためのやつがこれで、こんな感じでさっきのそうヘローワールド的なやつのがこれなんですね。そうさっきのなんかすごい200秒ぐらいあった C のソースコードがなんと1秒で書けてしまう、うん、こんな感じで ngx.say っていうふうに書いてそこに文字列ヘローワールドって書くとでそこにアクセスするとちゃんとヘローワールドって返ってくるという、うん、これがまあ技術の進化ですね、はいで今度はファイルっていうのをつけるとこんな感じでファイルを指定できて、でそのファイルの内容が NGX でヘローワールドってやりますと。でこうやるとやっぱりちゃんとさっきのここのヘローワールドって返ってくるっていうことですね、うん、でもう一個、NGX にはまあなんかセットファイル内で変数を使うための機能があるんですけども、こいつに対してアクセスして上書きしたいとかいうこともできるようになってます。まあ、これだとなんか YAPC エージや東京2015っていう文字列をなんか連結してそれを返すみたいなことをやってますと。で、まあ、さっきなんかリクエストの処理フェーズの図があったと思うんですけど、これをなんかさっきのルアのディレクティブをマッピングさせるとこんな感じになります。まずセットバイルアとリアイトバイルアはリアイトのフェーズですね。正確にはセットバイルアはリライトのモジュールの中で実行されるっていう風になってて、でリライトバイルアはリライトのモジュールが実行された後に実行されるようになってます。でアクセスバイルはでこいつはアクセスのフェーズのそのアクセスモジュールっていうのが、処理された後に実行されるディレクティブですと。でコンテントバイルはですね、こいつはまあコンテントのそのフェーズで実行した、ところで実行されるっていうディレクティブになります。で次ログバイルは、こいつはまあログのフェーズで実行するためのディレクティブですね。こんな感じというふうに、なんか、基本はこの1、2、3、4、まあ、5つかな、リクエストの処理フェーズだと、この5つに対して、ルアでフックをかけることができると。で、まあ、実際にはいろいろフェーズが他にもあって、なんか、その NGX のコンフをロードするときだったりとか、あと、ワーカープロセスが起動した瞬間だったりとか、あと、リクエストとかのヘッダーとかボディとかをフィルタリングするフェーズがあって、そこにフックをかけることもできるという感じになってますと。で次、ルアの API について、いろいろあるんですけど、ざっくり紹介していきます。まずさっきもあった ngx.say。こいつは簡単に言うとですね、なんかそこに指定した文字列を、なんかレスポンスのボディにフラッシュするっていう感じの API です。こいつやると、まあ、いわゆるプリント F ですね、これは。うん、ただ、出力先が SDT 標準出力とか、標準フラッシュ出力じゃなくて、レスポンスのボディのチェーンであるということ。NGX EXIT、これはですね、その NGX の、クライアントに対してレスポンスを返すときのステータスコードを設定するための、うん、API です。こんな感じで、これ NGX.HTTP OK ってやると、ステータスコード200を返すっていう感じになります。
で、HTTP ステータスコードはですね、こんな感じで NGX 側では全部マッピングされていて、200とか201とか301とかそれぞれ定数みたいな感じで、これ実際には定数じゃないんですけど、そもそもルアには定数というものがないので、はい、こんな感じで使えるようになっています。で、続いて NGX ログ、これは簡単に言うとですね、なんか指定したメッセージをエラーログに吐くことができる API で、まず第一奇数にそのログのエラーレベルを指定するのと、で、あとその第二奇数にメッセージを追加するっていう感じですね。だから第一奇数はこれ、この場合だとエラーレベルがエラーで、でその後サムエラーっていうのを表示すると。で、NGX にはなんかログのレベルが一応設定されていて、エラーログのディレクティブのところにそのエラーのレベルを指定するんですが、このエラーのレベルがそれ下からのローハイってなってて、例えば NGX のそのエラーログのエラーレベルが NGX.error だった場合、1だった場合、例えば NGX.notice を指定したエラーログとかには基本取得されないようになっちゃう。じゃあ基本その指定されたエラーレベル以上のやつで指定されたやつだけにエラーを吐くというふうな感じのことができるようになっています。まあ、なのでデバッグってやると全部、間違えた、 NGX のそのエラーログって言ってるにデバッグって指定してやると全てのログが剥がれるっていうふうになりますね。で、続いて NGX.var バリアブル、これはですね、 NGX の内部変数にアクセスするための API で、NGX のその変数をまあ参照したりとか、もしくは上書きすることができます。この場合だとまあなんか僕の名前とハングルネームをなんか連結して、でレスポンスコーディーとして返すっていう思考度ですね。で、1個注意点があって、この NGX バーバリアルという API なんですが、このそうさっきのはこれ NGX のセットっていうディレクティブで変数を作って新規生成してるんですが、NGX ルアのこの変数の API だと新規に作るってことができないんです。例えばこれ NGX バー FM と FM それぞれなんか新規に代入してアサインしてるんですけど、これやると、うん、こんな感じのエラーメッセージが出て、まあ、新規にエラー、そう、変数は作れませんよっていうふうな感じになりますと。で、続いて NGX シェアードディクト、ですね、こいつはまあ簡単に言うと、NGX の共有メモリーにアクセスするための API です。はい、まずなんか最初の NGX を起動するときに NGX シェアードヤプシーヤプセットみたいな感じでプレゼンテーター僕のハンドルネームみたいな感じで設定して、でそれをなんかどっかのフェーズで取ることができると。でこういうことによってなんか NGX はマルチプロセスで動くんですけど、どのプロセスでも全部同じ値が返ってくるようにできると、まあ、ちょっとしたキーバリューストアができるっていうイメージですね。はい、で続いて NGX ヘッダー .header、ですね、こいつは簡単に言うとそのレスポンスのヘッダーを参照したりとか、あと操作するための API です。で、まあなんか例の6、一旦ボディなんか JSON で作って、でコンテンツタイプ、そうコンテンツタイプヘッダーにアプリケーションすら JSON って入れたいといった時に、この NGX.header でヘッダー、コンテンツ名、あ、間違えた、ヘッダー名に言うと、そこのヘッダーリクエストレスポンスヘッダーに指定した値を入れることができる。で、これ実際にはコンテンツタイプ、アンスコタイプってなってるんですけど、NGX ローはこの辺賢くて、ヘッダーのその名前内でアンスコとかがあったときは、それハイフンに変換されるようになってます。はい。で、続いてそのヘッダーの参照と、まあ、操作の API なんですけど、これはまあヘッダーの操作といっても、ヘッダーとそのリクエストのヘッダーと、あとレスポンスのヘッダーの2種類があって、それぞれ API が異なるんですね。まず NGX レポってついてるのは基本リクエストのなんかデータが入ってるやつなんで、そこに対しての API になります。まあ、NGX レクゲットヘッダーズだったりとか、NGX レクセットヘッダーズとか、あとヘッダーを全部クリアするみたいな API もあります。で、さっき言った NGX ヘッダーヘッダーみたいに、個々のヘッダーに対してアクセスして浮気したりとかするやつと、あと全てのヘッダーを取得するっていう API もあります。で、続いて NGX タイプ。これは簡単に言うとタイムスタンプを返す API です。はい、で実際にはタイムスタンプを返す以外にも今の日付だったりとか、あとそれぞれその HTTP とかのヘッダーについてくる部分のなんか RFC に従った形式でその時間を返してくれる API だったりとかがあります。まあ、クッキーのヘッダーについてくる時
間だったりとか、そういうのですね。で、ですね、NGX ルアーには NGX.time っていうそのタイムスタンプを返す API があるんですが、それとは別に、そもそもルアーには OS.time っていう同じことを、ほぼ同じことをする API があるんですね。ただ、これには、この両者には違いがあって、まず OS.time っていうのは、単純な GetTimeOfDay っていうシステムコールのラッパーなんですね。だから毎回 GetTimeOfDay が、の関数、システムコールが呼ばれる。で一方で NGX.time っていうのは、NGX が実はそのタイムスタンプのキャッシュを持っていて、こいつはそのイベントループごとになんか毎回更新されるんですが、例えばそのあるイベントループの中で実行されたハンドラーの中でなんか NGX そのタイマーを取得する処理が何度呼ばれても全部キャッシュした値が返ってくるので、システムコールのオーバーヘッドを下げることができるんですね。なので NGX.time の方が OS.time よりも基本的には高速なのでこっちを使うといいです、はい。で続いて NGX.ARE マッチ、これはまあ正規表現のマッチングの API ですね。基本 PCRE で動いてますと。でこんな感じで、まあ、イメージスラブ1P ってあった時にそれぞれスラの区切られた2つの文字とかを取得するのがこんな感じの風にできますと。で API はこんな感じで Find とか Match とか GMatch とか Sub とか、まあなんかLL とかで正規表現使っている人だってなんかよく見かけたような感じの関数ですね、これ。まあ大体、うん、想像した通りの挙動になります。はい、で続いて NGX-RE、まあ、これを最適化する方法が一応あって、まあ、PCR にオプションを第3引数に指定するんですね。で、O を指定すると、まあ、コンパイルワンス、要はなんか最初に全部コンパイルしちゃいますっていうのがあると。で、J をつけると、PCR の JIT 機能を有効にすることができます。はい、まあ、ただ実はそもそも、ルアにはなんかビルトインの正規表現があって、こっちの方が圧倒的に早いですね、はい。まあ、ただ機能的にはちょっと PCRE には及ばないので、なんか単純な処理だったら、うん、ルアの正規表現でいいんですけど、ちょっと複雑なことをしなかったら NGX-RE を使って、まあ、さっきのなんかここの、うん、最適化オプションとかをつけると早く書けるっていう感じですね。で続いて NGX ロケーションキャプチャー、ですね、こいつはまあ簡単に言うと、なんかあるなんかフックで呼ばれた Lua のスクリプト上でこの別のロケーションに対してリクエストを送ることができるんですが、こいつをノンブロッキング処理することができるっていう API です。はい、ブロッキングしないっていうのが重要で、というのは NGX は基本的に結構少ないプロセス数でなんか大量の接続を同時にさばくっていうことに特化したアーキテクチャになってるんですけども、そこでなんかどっか外部のサーバーとかにリクエストを飛ばしたときにブロッキングされちゃうと NGX の強みが失われてしまうんですね。なので基本 NGX の NGX ルアーの API は大体なんかノンブロッキングな挙動をするような感じの API になっています。なんかネットワークの通信とかをするときとかでも、はい。で、まあ、NGX からとても便利なんですけども、これセットアップとかデプレイがすげえめんどくさいんですね。まあ、なんか Lua とか LuaJIT とか入れなきゃいけないし、そもそも Lua のパッケージ管理とかもめんどくさいと。で、うん。で、これをまあなんかある程度軽減してくれるのが OpenRESTっていうもので、こいつはですね、簡単に言うと、まあ、Web アプリケーションフレームワークなんですけど、NGX となんか NGX みたいなサードパーティーモジュールを大量にバンドルしてあって、で、さらに Lua と LuaJIT も入ってますと。で、さらに NGX Lua のために作られた、LuaResty なんとかみたいな感じのモジュールがいっぱいあるんですね。まあ簡単に言うとオールインワンな NGX のスーパーセットです、これは。はい、で、バンドサイドサードマーティモジュールは、まあ、さっき言った NGX Lua だったりとか、まあ、エコーとかヘッダーズモアみたいな感じの、まあ、ヘッダーズモアはなんかNGX のデフォルトのヘッダーの操作が結構貧弱なので、それをなんかもうちょっとリッチにするためのモジュールです。はい、で、REST モジュール。これはまあさっきも言ったように、その NGX Lua のために、まあ実際には NGX Lua のためだけじゃないのもあると思うんですけど、NGX Lua のために付けられたモジュール群です。はい。で、まあ一個一個紹介していくと、Lua REST Core っていうのはですね、NGX Lua の API っていうのは基本的に Lua の C API を使って書かれているんですが、こいつをなんか Lua で部分的に再実装したものですと。で、それが何が嬉しいかっていうとですね、OpenRESTは基本的に Lua ではなくデフォルトで LuaJIT を使うようになっているんですが、
ルアの CAP を使っていると、実はルアジットのその Git 化の恩恵を受けれないんですね。そこはインタープリターで実行されてしまうと。まあ、なので FFI を使ってその全部ピュアなルアで実装したのがこのルアレスティコアっていうモジュールですと。で、こいつを使う方法はですね、こんなふうにその最初のイニットバイルアっていうローディングのフェスの時に require レスティドットコアってやってやると、既存の NGX ルアの API がまあルアジットの恩恵を受けることによって若干高速になります。はい、で次で LuaRESTCLI、ですね、こいつはその OpenRESTをコマンドラインから実行するためのモジュールで、こんなふうになんか REST ってコマンドがあって -e で ngx.say-hello-world っていうふうにやると、なんとコマンドラインで ngx の Lua が実行できてしまう。なかなかデバッグの時には便利なモジュールです。まあ、ただ全部のなんか API が使えるわけではなくて、例えばなんか変数にアクセスするみたいなことをすると、その API は使えませんみたいな感じで書いています。まあ、で、あと、なんか MySQL とか REST とか Memcached のためのドライバーがそれぞれ用意されてて、こいつら全部ノンブロッキングな挙動をするように書かれています。で、こいつはなんかあの NGX のなんかノンブロッキングソケットを Lua でラップして作られているっていうような仕組みになってますと。うん、でですね、実は実際にオープンリスティはメルカリでちょっと使ってて、ちょっとその事例について最後紹介します。ですね、メルカリにはなんかあの インターナルな、うん、そのアプリ上で起こったイベント その分析基盤みたいなのがあって、まず端末側でなんかイベントが発生した時にそのイベントをなんかある程度まとまった形で送ってNGX ルアのエンドポイントに送って、そこからフロント D で説明、そして最終的にビッグクエリに入るっていうようなシステムがあるんですが、まずイベントを送る、端末から送るところはクックパッドさんがなんか作ってる、これピュープレっていうものかなっていう、そのイベント収集ライブラリがあって、こいつの iOS と Android からそれぞれ送られてくるっていうような仕組みになってます。で、送られてきたイベントは基本 JSON になっているんですけど、そこの JSON のイベントを全部アナライズして、加工して、でそこから、ファイルに入って、で測れたファイル、まあ、それも JSON なんですけど、それをフレント D でテールプラグインでそれぞれ送って、最終的にビッグクエリに入るっていうような構造になってます。でビッグクエリ側に入った後は、まあ、弊社のなんか開発者だったりとか、あとデータサイエンスの人がなんか SQL を駆使して、まあ、データの分析をして、まあ、なんか将来のサービスの成長につなげるための施策を打つための材料にするっていうふうなことに仕組みになっていますと。で、このパス、まあ、これパスカルっていう、この、イベント分析基盤パスカルっていうんですけど、言語のパスカルとは全く関係なくて、この分析基盤のリーダーの人が、まあ、なんか数学が好きな人で、なんか数学にちなんだ名前を付けようということで、まあ、パスカルっていう、まあ、高名な数学者の名前を取ってこの名前になっています。はい、でまあ、パスカルにおけるオープンレスティの役割なんですが、まあ、これはなんか超まあなんか性能のいいイベントのロギングするためのロガーですよと。まあ、基本はなんかデバイスから送ってくるなんか大量の JSON をイベントとして受け取って、その JSON をパースして、でビッグクエリに投入する前になんかいろいろとゴニョゴニョと加工をして、なんかイランデータを捨てたりだったりとかいうことをして、最終的にビッグクエリに入ると。でビッグクエリにそもそも最初に送られてきたデータがなんかイベントって複数あって、なんか分けなきゃいけないんですね、それぞれビッグクエリのテーブルとかで。そのためにチャンネルっていう概念を導入してて、送られてくる JSON のボディにはそれぞれチャンネルの名前が書いてあって、そのチャンネルごとになんかファイルを各ファイルを変えてそれをロギングするっていうような感じのことをやってるというような仕組みになっていますと。はい、まあ、で大体終わりかな、ちょっと時間早かったかもしれない。で、あとは参考にした文献とかがいっぱいあるんですけども、まずこの G アーキテクチャブオープンソースアプリケーション括弧ボリューム2 NGX というのがあるんですが、これはとてもいい本で、いいもので、まあ何かあの NGX のなんかアーキテクチャについての入門みたいな感じのことがあるんですけど、とても分かりやすく書いているのでおすすめですと。で、あと NGX インターナルっていう、NGX のなんかフォークで
天神っていうのがあるんですけど、それを作ってる人が作っなんかスライ公開しているスライドで、こいつもなんか NGX のなんか内部の構造についてかなり詳しく書かれたスライドを公開しています。でもう一個エミッターズガイドっていうのがあって、まあ、これはなんか、まあ、実際なんか一番詳しいのがこれなんですけどNGX のモジュールの開発の仕方の英語で書かれたなんか文書がこのエヴァンイッター .org みたいなところにありますと。であとはまあなんかさっきのエンジックスルアの GitHub のリポジトリだったりとか、一応ここに readme があってそこに全部書かれているので、 API の使い方とかはそこを見れば大体わかるようになります。で、あと昔僕 Pixiv っていう会社にいたんですけど、そこでもエンジックスルアが使われてて、その時のなんか具体的な使い方とかがこのスライドシェアに上がってます。で、すいません、これはまあなんか、なんか今回ルアーだけしか紹介しなくて、エンジェクスエブリーの方は全然紹介してないんですけども、エンジェクスエブリーとエンジェクスルアーのなんか比較記事を聞いたに書いてあって、まあ、これもなんか割と、ちょっと結構、去年書いたやつなんですけど、状況はそんなに今と変わってないはずなんで、その辺もなんか、エンジェクスエブリーとエンジェクスルアーのなんか比較とか、どっち使いたいかなっていう人の参考になればいいかなと思います。以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは質疑応答に入りたいと思います。気になる点や質問があれば挙手をしてお願いします。今日一番前の方、方からお願いします。ありがとうございました。話を聞いていて、初めにモジュールの話をしていただいて、その後ラスクリプトの話があって、ラスクリプトの方は簡単で、実装の。もう一度ルアの方は、はい、簡単に実装されて、はい、さらにあの処理も早いということで、どういった場合にモジュールを書いて、どういった場合にルアを使うとか、そういう使い分けがあるのか、それとも、まあ、大体はルアを使えばいいのか、そういう基準みたいなのがあれば教えてほしいです。そうですね、今に関して言うと 99% のケースはエンジェクスルアで、エンジェクスルアとかエンジェクスルビーでできると思います。でエンジェクスダイナミックストリームとかのやつはそもそもまだそのためのそのアップストリームを触るための API がエンジェクスラーだとあんまり用意されてなくて C で書いたっていう事情もあったりするんで、まあその辺かな。あとエンジェクスモールレートとかはまあ画像の処理なんですけど、なんかイメージマジックとか GD とかをルアのラッパーがないんで、そこは C でゴリゴリと書いたっていう感じですね。だ基本はエンジェクスラーかエンジェクスルビーとかのスクリプティング言語でやる方がいいと思います。はい、他に質問ある方は。発表ありがとうございます。最初の C 言語の C 言語のモジュールを作成するときに、リクエストアンダーバーキーとリクエストアンダーバーインとアンダーバーアウトがあったと思うんですけど、それぞれ違いっていうのはあるんでしょうか。ですね。この辺かな。どこだっけ。あ、これですかね。リクエスト T はなんかそのリクエストを処理するための情報が大体入ってて、でこのリクエスト T の中にそれぞれヘッダーインとヘッダーアウトのポインターが入ってるんですね。でヘッダーインはリクエストのヘッダーで、でヘッダーアウトはレスポンスヘッダーのそのリストになっている。続いて、質問を復習してみます。マイクを。あ、どうぞ。エンジニアの本体とオープンレシピの関係がよくわからなかったんですけども、今、NGX を使っていて、追加で NGX のルアーを使ってみたいと思ったときに、一番やりやすいその環境構築の方法というか、エンジェクスのインストールのところをオープンレシピに変えるとか、そういうことなんですか。オープンレシピとかエンジェクスの構築の仕方ですかね。まずオープンレシピに関して言うと、
さっきのなんかレスティ系のモジュールだったりとかサードパーティーモジュールとかが全部入ってて、コンフィギュアメイクメイクインストールで全部適切な場所にインストールされてるんですね。でエンジェクトローラーとかの場合、それをなんか自分で手でなんかオープンレスティみたいなことをやろうとすると、全部自分でなんか別々にインストールしなきゃいけないんですね。バンドルされてないんでっていう違いがまずありますね。でエンジェクト LB はなんかエンジェクト LB の中にそのジェムファイルだったかなみたいなファイルがあって、そこになんか MRubyGems っていうそのモジュールとかを設定ファイルにそれぞれなんか URL とか書いて組み込むっていうような感じでできるようになってるはずです。という感じなんですけど、答えになってますか。あ、はい、そうですね。オープンレスティにした方が基本的に導入はやりやすいです。ただ基本的に NGX 本体とオープンレスティはリリースサイクルが違うので、その辺については注意する必要がありますね。例えば最近だというと、4月ぐらいに NGX は 1.9 新しいメジャーバージョンが出たんですけど、その後オープンレスティは 1.7 から 1.9 オープンレスティに入ってる NGX のバージョンが上がったのはつい最近なんですよ。っていう感じでリリースサイクルに結構違いがあるっていうのは気をつけなきゃいけないですね。他に質問ある方、発表ありがとうございました。2点ほど質問があるんですけれども、まあ、確認という感じです。1点目は、C のモジュールを、コンパイルするときに、LDK が必須かどうかということが1点確認と、あと1点は、AGX ルアーのモジュールを使うときに、ルアーリングのモジュールを、拡張のルールを、使いたいときにどこに置けばいいかというのを教えて、ご存じなのを教えていただきたい。まず NTK が必須かどうかについてなんですが、NTK というのは多分 NGX デベルキットのことですかね。NGX デベルキットはですね、 NGX ルアーに関して言うと、まずセットバイルアーだったりとかセットバイルアーファイルみたいにその変数を操作する部分はNGX デベルキットの機能を使って実現されているので、NGX デベルキットが必要ですと。で、例えば NGX LB とかも基本的に変数を操作するための処理とかは NGX デベルキットを使っているので、やっぱり NGX デベルキットが必要っていうふうな感じですね。であともう一個何でしたっけ？あ、すいません、もう一つの質問何でしたっけ？はい。ですね、そのためのディレクティブがあって、 Lua パッケージパスと Lua パッケージ C パスっていうディレクティブがあって、 Lua パッケージパスはその Lua ピュア Lua で書かれたモジュールを配置するためのパスなんですね。で Lua パッケージ C パスっていうのはその Lua のその C 拡張のモジュールを入れるためのパスになります。でそこに突っ込んであげれば動くようになるはずです。ご質問あったか。はい。ありがとうございます。NGX スモールライトを作られた、久保さん自身あまり使われてないという話だったと思うんですけども、はい、NGX スモールライトを作る背景、作るきっかけなど背景をお聞かせいただければと思います。ですね、NGX スモールライトを作ったのはですね、元々アパッチモジュールに当時ライブラリのエンジニアの方が作ったモッドスモールライトっていうのがありまして、それの移植で始めたっていう経緯ですね。はい。はい、ありがとうございます。はい、他質問ある方。はい。いろいろございます。先ほどオープンレシピの新しいバージョンの話が、バージョンのサーの話が今変わって確かめてきた 1.9.3 というのは先進主義ですか。はい、そうですね。一応評価は終わってて、来週ぐらいに本番とかにあげるっていうです、はい。今うちで 1.7 ベースっていうのを使ってるんですが、はい、何か違いで注意するような点とかありましたでしょうか。
ですね、基本はないと思いますね。そんな、まあ、NX のバージョンが上がってるので NX 周りでは気をつけなきゃいけないところはあると思うんですけど、まあ、オープンレスに関してはそこまでなんか NX のバージョンが変わった以外はそこまで大きな違いはないと思います。はい、ありがとうございます。はい、他に質問ある方。はい、じゃあ一番方どうぞ。オープンレスティの中でグラットブラジットを言っていた話なんですけど、その人の、そのグラスクリプトを実行するときっていうのは、そのビュアジットとビュアをどっちを使うかっていうのは、選択、電子的に選択肢を使うかっていうのは、どっちかかということで使われる。ですね、ルアジットが使えるかどうかに関しては、まずオープンレスティをコンフィギュアするときに、デフォルトではルアジットが選択されます。はい、で、明示的にルアジットじゃない方のルアを使うときは、確かウィズアウトルアジットみたいなオプションがあって、それを指定してビルドをするとルアになるはずです。はい、つまり、じゃあルアとルアジットが両方入ることはない？インストールされるかどうかちょっと忘れたんですけど、基本的にそのエンジン X がエンジン X からその動的リンクでルアかルアジットに動的リンクした状態でインストールされるんですけど、それはコンフィギュア時に全部決定されるっていう仕組みになってます。はい、まだまだ時間あるんですが、質問ある方いらっしゃいますか。はい。ここですね、ちょっとお願いします。ルアーのキャプチャーロケーションキャプチャー NGX ロケーションキャプチャ ー, ロケーションキャプチャーですか。それの使い方のイメージをちょっとしますか。なんか他の API を呼び出してそれを待ってみたいな、そんな使い方と思ってみましょうか。ですね、ロケーションキャプチャーかな。まあ、私前職広告配信のシステムをエンジンスロアと Go で作ってたんですけども、広告配信って結構いろんな会社の広告配信会社とネットワーク通信する必要があるんですね。で、例えばそのなんかメディア系のサイトだとからなんか広告のタグが踏まえてリクエストが飛んできた後にそのどの広告を出すかみたいなのをいろんなネットワークとコミュニケートして決めるんですけども、その時にそこの部分に対してノンブロッキングに外部のサーバーに対してリクエストを飛ばしますと、でそこの部分でなんかブロックされないようにするしたいみたいな時で結構重宝するっていうところですね。はい、でこんな感じでこれだとあなんかずれてますね。これだとなんかロケーションキャプチャーにスラエクスターナルって書いてあって、このスラエクスターナルにアクセスするとエクスターナルっていう外部のサーバーに対してプロキシーパスしてレスポンス取ってくるっていう風になってますね。ここが完全に非同期に行われるようになるっていう。例えばですね、3つの外部サービスに対して、低等期に独立しているって場合、こう3つ同時にできる。ああ、できますね。プロセス、ワーカープロセスが複数ある限りできるはずです。で、例えばその、このロケーションキャプチャーのフェーズに入った後、そのワーカープロセスは別のそのリクエストとかを並行して処理できるようになるんですね。こいつは全部コルチンによってその一旦挙動が止められて、他のコルチンが別のリクエストとかを並行して処理できるようになるっていうふうになっているというような仕組みです。どうもありがとうございます。はい、最後一つくらい、質問いけると思うんですけども、どの方いらっしゃいませんか。はい。この方どうぞ。はい、お話ありがとうございました。僕もオープンレスティとルアのスクリプトを書いてでアプリケーションを作ったりしてるんですけど、それ書いてるときに例えばロケーションキャプチャーを使いつつなんかルアのスクリプト実行したいときとかってなんか割とこのルアの方が大きくなってくると、ルアの方でモジュール化して、さっきのセットバイルアファイルみたいな感じで分離したくなってくるんですけど、そうやると、なんか逆にこう NGX のコンフィグとそのルアのアプリケーションの行き来がなんか多くなってきて、
結局なんか見づらくなってきてるんですね。でそのあたりなんか気をつけてるところとかってありますでしょうか。そうですね、僕の場合その演じ方をインジェクト使ってなんかだんだん複雑になってくるってことですよね。で、それに関してはまずそもそもエンジンクソラーとかのところであんまり複雑なことはやらないっていうふうな感じでやってます。で、なんか本当に複雑な処理とかはエンジンクス単体でなんか別のサーバーにリバースプロキシしてその先になんか別のアプリケーションを作るっていうふうなことをしてますね。広告配信の時だとその広告タグが踏まれてなんか外部の通信とかやるときにそのまあ、リアルタイムビッティングって言ってなんか広告のオークション形式でなんか配信するやつを決めるみたいなやつのところは全部 Go で書いてあってエンジンクスローラーで受けた後 RDB のエンジンのサーバーの Go にリクエストを受けるみたいな感じで、まあ、複雑性をまあなんかある程度分離するような感じのことをしてました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そろそろ時間ですので以上でこちらのセッション終了したいと思います。ありがとうございました。